光、永遠の夢、鎌倉の King。 奈良時代710年平城京戦道元明天皇九華首都を平城京に移し、奈良時代史乱な152年、東大寺大仏開眼、聖武天皇の輪つがんで東大寺大仏が完成、天平文化の象徴。784年長岡京戦道桓武天皇が首都を長岡京に移し、奈良時代終了。平安時代894年桓武天皇による平安京への遷都、日本の文化と政治の中心が京都に移動。平安文化源氏物語や枕の草子など日本文学の黄金時代、貴族文化が栄える。院政天皇出家後も政治の実権を握る制度が始まり、後白河天皇などが院政を行う鎌倉時代。1192年源頼朝が征夷大将軍に任じれられ、日本は初の武家不正権である鎌倉幕府が成立。現行1274年と1281年の2度にわたり元の侵攻を日本が撃退。鎌倉仏教寺用土宗禅宗日蓮宗自宗など新しい仏教宗派が広まる。南北朝時代1336年足利尊氏が五代醐天皇を有功明天皇を擁立し北朝を開く。南北朝時代が始まる。南北朝の動乱、日本全国で南朝東北朝の支持者間の戦闘が繰り広げられる。1392年南北朝の統一、南朝の五亀山天皇が上司義合国とは北朝に一本化される。奈良の光、永遠の夢。